この役は特に結構面白くて、自分でやっててもすごく楽しかったですね。はい、では再度仕切り直させていただきます。獣になれない私たち、黒木華さんです。もう黒木さんっていうと、もう、まあ、今回の作品だけでなく、ずっと演じらして、ずっと突然バッと変わる、はい、もうあのこう感覚的なものがすいっぺんに飛ぶ演技ってなかなかこうなんて言うんでしょうか、力がないとできないと思うんです。いやいや、そう言っていただけるとありがたいです。でもこの役は特に結構面白くて、自分でやっててもすごく楽しかったですね。だからああいう時々爆発するとかすごく嬉しかったんでしょう。楽しかったです。なんか本当に乃木さんに、あ、いい役書いてもらったなと思って、はい、その爆発すればするほどあの監督も楽しんでくださったので、やりがいがありましたね。でも それでいながらずっと見ていくと実に実在感があるんです。存在感もあるし、そういう意味では黒木さんすごいなと思いました。ありがとうございます。嬉しいです。おめでとうございます。どうも。おめでとうございます。助演女優賞、日本テレビ獣にならない私たちの黒木華さんでした。